はい、酒好きの元新潟人の一郎です。今回はですね、ビールの、暫定ランキングということで、今回ですね、計測するランキングで、ビール、まあ生ビールなんですが、米とコーンとスターチが入っている、生ビールをですね、飲み比べしていって、まあ、どれがうまいかというランキングをね、発表いたしましょう。まずは、代表格の、アサヒスーパードライ。こちら。そして、札幌黒ラベル。そして、キリンのラガー。あと2本。あと2本が、瓶なんですけど、瓶しか売ってなくて、まあ、キリンのクラシックラガーと、キリンの、ラガーですね。違う、キリンのラガーじゃねえ。札幌のラガーです。ということでね、これを全部飲み比べていきたいと思います。それではね、早速飲んでいきましょう。まずはこの3種類。ちょっとコップがね、そこまでない。今日のつまみはじゃーん。ローソンで買ってきました。こちら、砂肝でーす。それじゃ、スーパードライ。うん。美味しい。けどちょっと、なんというか、パンチが足りない。あ、うまっ。うまいというか、スーパードライはもうなんか、ある種、飲み飽きた感がある。そして、札幌黒ラベル。うん。なんだろう。なんか、優しい味わい。なんか、うん。あんまり、俺が飲み飽きてない、新しい味ですね。なんだろう。まあ、苦味がないっていうのもあるんだけど。うん。なかなか、美味しい。
で、キリンラガー。結構黒ラベルに似た味はするんだけど、圧倒的に黒ラベルよか苦いという感じかな。新人札幌の赤星、札幌のラガービですね。ちょっとこれ邪魔くせ、札幌ラガー期待の新人。こちら以前飲んだ時にめちゃくちゃうめえと思ったビールですね。今さ、そしてキリンのクラシックラガー。じゃあ札幌のラガー乾杯。口当たりがね、マイルド。で、そこまで苦味もなく、ほんのり甘みすら感じる。まあでも黒ラベルよかはちょっと苦い。キリンのクラシックラガこちらもマイルドで、程よく圧倒的に他のビールと違うところが、喉越しがほぼないということですかね。そもそも炭酸が、炭酸による刺激がほとんどありません。なんか炭酸が明らかに弱めに作られてるのかな？まあアルコール度数も 4.5% と若干低いんですよね。これだけ。
まあ、クラシックラガーは喉越しがない。逆にこの喉越しがあるのがスーパードライが喉越し満点。って感じかな。なかなか、コーツつけがたい。まあ、難しいけど、札幌黒ラベルが美味しかったな。難しい。あの、ね、キリンのラガーはね、もうすでに先月ぐらいにあのケースで買ったんですよ。で、もういいかなっていう。もういいかなって感じなんですよ。札幌のラガーが結構、キリンのラガーに似てるんだけど、なんていうかな。キレがある。札幌のラガーは、キレがあるんだよね。で、難しい。喉越しがあるんだけど、キレがある。喉越しがあって、キレがある。これはちょっと難しいです。1位は、クラシックラガーは喉越しがないのでダメ。
札幌のラガーかな。赤星。今度ケース買いするのは札幌の赤星で決定。よーし。うまい。うん。キレがあるのにコクがある。喉越しがあって、苦味もそこそこある。で、香りも、うん。あり。まあ、難しいっすね。キリンのラガーに比べると、キリンのラガーはちょっと酸っぱいんですよね。酸味が強い。札幌のラガーは酸味が弱い。実に、もうむしろちょっとほんのり甘い気すらする。ほんのり、甘さすら感じるっていうレベルですね。まあ、こんなとこでしょうね。ということで、1位は札幌のラガーです。ご視聴ありがとうございました。